7月22日、広島市の朝北区スポーツセンターで、ユニホッケーの講習会が開催されました。講師は、昨年、女子ホッケー日本リーグで優勝した、コカ・コーラ・ウエストレッドスパークスの皆さんです。講習会には、朝北区内の小学生およそ130人が参加しました。講習会は、広島市スポーツ協会などが主催。子どもたちとホッケー選手の交流の場として、またホッケー競技に接する場として開催されました。自分たちが頑張ると同時に、皆さんに楽しさとか喜びを還元できる、できるような活動をいつもしているので、こういった触れ合う場っていうのを本当に大切にしています。ユニホッケーはスティックでボールを操り、相手チームのゴールを狙うスポーツ。プラスチックの道具を使うので、子どもでも安全にホッケーを楽しめます。4つのコートに分かれ行われた講習会では、選手がパスやドリブルなどの基本的な動作を示しながら指導しました。シュートして爽快なところ。講習会の締めくくりはミニゲームが行われました。ミニゲームではレッドスパークスの選手が記録係や補助員を務めました。子どもたちは女子ホッケーのトップ選手らと触れ合い、貴重な時間を過ごしました。ゲームの時とかもみんな積極的にすごいボールを追いかけてたので、一緒にやってる私たちもすごい楽しくできました。ユニホッケーもやっぱ団体競技なので、その中でもやっぱりチーム一丸となって何かに向かって頑張るっていう姿や姿勢を学んでいってほしいなと感じました。